大英藤沢店は神奈川県藤沢市藤沢にある大英の大型商業施設である。店番号は0 7 5三。ネットスーパー取扱い店舗。藤沢駅北口の藤沢銀座商店街の一角に存在した店舗で地上6階、地下1階建てだった。当初は大英で開業し、トポスに業態転換された後、再び大英に戻った。 極めて珍しい例の店舗でもある。建物は、ミルスペースが所有しており、相模プラザ第一ビルというビル名だった。なお、当店が開業した5日後に、藤沢駅の南口には、伊東洋藤洋華堂藤沢店が開業、価格競争をたびたび起こして、藤沢戦争と報道された。激戦の地、藤沢での競合との煽りは激しく1986年には、 月間売上高が5億円に達しなかった。そこでトポスに業態転換しディスカウントストアで巻き返しを図った。その結果、業績がどんどん伸びていき、最盛期の1993年には193億円の売上を叩き出すまでに成長した。ところが商業集積が藤沢駅南口に移ったため、2009年には売上が32億円まで落ちた。 2009年には、不採算店舗閉鎖リストの20店舗に入ったが、除外され、その後、2010年8月22日に、建物の老朽化が著しくなったことを理由に、閉店し後に解体された。建て替え前は、客用エレベーターは設置されておらず、エスカレーターのみであったが、末期には、荷物用エレベーターを開放していた。同じ地で2011年10月8日に、 大英の総合スーパー業態との決別に伴い、GMS からスーパースーパーマーケット業態に転換する初の店舗として開業した。建物は地上2階建て。建物の所有者は変わらなかったが、相模プラザビルという名称になった。食品、衣料品といった日用品に特化した売り場構成となっていて、地場食品を扱うなど、地域密着型の店づくりを目指している。 ネットスーパーは2011年11月から開始した。直営売り場の1階は、食料品、自転車を、2階は、日用消耗品、インテリアなどを扱っている。専門店は1階に、合鍵、リペア店とクリーニング店の2店舗がある。詳細は公式サイト、フロアガイドを参照。ありがとうございます。